挨拶する人いない。確かに。お疲れ様です、ニアロです。チーです。はい、ニアです。テンション低くないですか？どういうゲームなの？四角の中で野球するゲームです。野球ではない。ボールペン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 するだけです。まあボールを打ち合うゲーム。まあやれば分かる。リアルで言ったらその四角い透明の箱の中にそうだね、リアルで透明の四角い箱に入ることがないよ。なんかとりあえず好きなキャラを選ぶのね。はい、はい、スタート。ああでもスタートを選ぶのね。はい、なるほどね。なるほどね。ゲームレディー。A ちゃんで、この今のピンクの状態は誰でも打てる状態で、ここで打ち X だよ。はいはいはい。説明してる間に殺されたんだけど。あれ？宮野くんいないよ。ラッチいないよ。ラッチ。はい、今係長のボールです。はい。あ、タイミング合えば打ち返す。なるほどね。あ、はいはい。あ、わかりました。わかりました。完璧にわかりました。お、理解しました。近くで同時に振るとあんなカキンって弾かれちゃうんで。なるほどね。これ直で相手の後頭部をバックできないの？できないですね。これいけないのね。ある程度距離を置かないときついですね。打ち合いになるときついね。まあまあ基本は覚えましたよ。変えましたね。行きましょう。じゃあステージもいくつかあるのね。よくわかんないですけど、トイボーダム以外にも選択できるけど、これは広いんじゃない？広いんじゃないの？これは広いステージが広いんじゃない？広いか。ピアノ君は勝っても何もリアクションしないな。宮野くん、宮野くん、いやね、辛い目に、な、辛いことでもあんのか。聞くぞ宮野くん。全部無言や。宮野くん、真面目にね。宮野くん、君勝ってるぞ。宮野くん、君、嬉しそうにしてくれよ、せめて。あ、嬉しそう。よかった。あ、喜んでる、喜んでる。あ、よかった、よかった。人の心が残ってるみたいな。おー、やれやれ、やれやれ。宮野くん、俺とやろう。宮野くん、俺と勝負しよう。なんで一人と壁打ち始めるわけ。喜んで、宮野くん。喜ぶことを諦めたよ。嫌いか、宮野くん。否定しろよ。否定してくれよ、せめて。なんだ、カリちゃん、あと1です。危ない。あ、なんかそういうなんか必殺技みたいのもあるわけ。ワニはなんか飲み込めるんだね。勝手に発動するんで。あ、二宮さん、ぼーっとしてた今。なんで、ぼーっとしちゃダメですよ。ちょっと普通に宮野くん久々に喋ったらぼーっとしてた。ダメダメ。あ、でも復活もしないのね。もう復活しない。でも残機がないのね。そうなのね。残機がなくなると復活できません。キャンディーマンはどういう？キャンディーマンは結構ジャンプが高い。あ、必殺技。あの壁一回すり抜ける。あ、そういうのもあんの？瞬間移動みたいな。Early with my time。宮野くん、宮野くん、あ、宮野くん、宮野くん、あ、あ、俺小学校のドッジボールこんな感じだったな。避ける。キャッチしないから俺のターンが一向に来ない。死んじゃったよ。あ、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 あれ、あれ、え、ど、な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 、今直接やんなかった今。前も直接打たなかった俺の後頭部。前も。な、な、な、な。ちょっとピアノとしか知らない機能があるんじゃないかな。
直行動物みたいになるんじゃないの。ない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 。多分ないすごい見つめちゃってる。あれって思ったよ。生きてるね。ちょっと一人勝ちじゃん。なんかモードが変えられるんですよ。あ、何違うのもあるの。チーム戦があるんです。あ、こうしましょう。なるほどね。やっちゃおう。やっちゃいましょう。やっちゃおうと。宮野くんまで同じチームだったらもう意味が分かんない。誰もいないやん。誰と戦うんだよ。俺一人なのか。そうですよ。また一人なのか。え、そうですね。オッケー、じゃあこれでいい。宮野くん一人いいっすよ。その時はどうだったの。あ、全然じゃん。その時は、うん、勝ちました、操作。あ、ほんと。あれ、じゃあ、もう今回勝てなかったら完全に俺のオチロみたいになっちゃう。いやいや、そんな気のせいか。オウ。イエーイ。あ、イエーイ。イエーイ。喜び方が独特。ちょっと、あんま嬉しそうじゃない。君らさ、どっちが先に触れるのかなっていう。無言なの何なの。ちょっと今無言なのを意識してなかったの。無言です。撮ってんの分かってるよね。撮ってんの分かってる。普通にゲームを今楽しんでました。大丈夫大丈夫大丈夫。これトスっていうのができて、ね、それ今もっと早く教えてくれてもいいんじゃないの。トスっていうのができて、こうやって誰のボールでもできるやつがあるんですけど、それが B です。なんで今なの。いや、思い出したんで伝えとこうと思って。あれチームだよね。チームですよ。チームです。そうだよね。はい。あ、嫌いなの伝えても。なんか何を俺嫌われてるの。大丈夫。いや、好きですよ。本当なんか宮野くん真ん前で言ったの。なんで会話してくれないの。答えてくれないの。いや、ちょっと真面目にやんないとなと。だから真面目にやってる。やめることが真面目にやることだろ、このゲームは。なんで。あ、色違いが。そう、レベルが上がるとなんか色違いが。あ、アンロックされたのね。ゲームはちょうどいいよね。ちょうどいいですよね。どこが。いやいやいや、ちょうどいい。イエーイ。一人今全然打ってなかった。もうやっちゃうやっちゃう。イエーイ。やっちゃうやっちゃう。ちょうどいいね。シャブですか。ちょうどいい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 。ちょっと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 。あれ。今の返せる想定だった。いや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 。あれ。あ、なるほどね。うん。やっぱほら、俺。と違って野球経験ないからさ。野球経験ないから。俺だけないから。何でもないですよな、そんな。ちょうどいいちょうどいい。なんかお辞儀するんですよね。キャンディーマン。キャンディーマンお辞儀するんですよ。挑発。挑発か。イエーイ。あ、そっちか。今のキャンディーマンだな。今のキャンディーマンの同じ。あー、いいね。これ挟まれてて辛くない。あー、たぶん気になったじゃん。もうすればいいってこと。そういうことですね。あ、ちょっとさあ、もう今完全に俺だったね、今。そうですね、完全に 俺でした。宮野君、俺が今宮野君。すごい見つめてはいたけど、顔は見てたけど、なあ、喋ってくんないな、君は。ちょっと喋んない。喋んないってどういうことだよ。視聴者びっくりだよ。